森を抜けて、ウォーレンウッド駅に近づく、蒸気機関車ブランヒルド号ブレッチャーワームズヒル。軽便鉄道は、イギリスのケント州、シッティングボーンの南、ワームズヒルの集落とブレッチャーの近郊を走るおよそ800メートルの軽便鉄道で、機関は2フィートである。PWLR は1970年代初めに、趣味の仲間が始めた、視線で、通常の運行ができる路線であり、 ウォーレンウッド駅に駅舎、機関庫、作業所を備える。高い技術で同駅とストーニー商駅を結んで運行している。夏の間毎月第1日曜日に一般公開し、収益を様々な社会的な事業に寄付してきた。公開日には、機関車が客車、貨物車を連ねる遊覧運行のほか、蒸気機関に関わる展示物として、鉄道模型、昭摩式、 トラクションエンジン、ビームエンジンとポンプ室、オランダ式、手回しオルガンに加えて、ガソリンエンジンのビンテージカーを見ることができる。2011年6月18日に放送された BBC テレビのロケに協力、料理番組中に、ごく短い時間、映った。博物館が収蔵する蒸気自動車は4台である。公開日に運行するものと、 研修あるいは全般検査が済んだ車を入れ替えて、運行、展示する。イギリスの A ハーパーサンズ便社が1919 19年から1929年に、渡って製造した自動車のコレクションでも知られる。ビームエンジン車両に加えて、他の資料も展示している。ビクトリア時代のビームエンジンとポンプ設備を復元した、展示物を見学できる。原型のエンジンは1870年製。 ジェームズ・ワットが設計担当、製造はトーマス・ホーン。アシュフォードの水道施設に納品した2機のうちの1機。1988年に買い戻し、実用レベルまでレストアしてある。56キーの大型の手回しオルガンの演奏を実演しており、音楽は併設された喫茶コーナーからも楽しむことができる。スイス国内の鉄道。 私鉄並びに軽便鉄道で統一された侵入警告装置でウォーレンウッド駅のプラットホームのそばに設置。液用無線管理装置に入れ替えられてスイスで廃止されたもの。1日1回時計機構を手巻きで巻き上げる。正式名称はプーリー座をばかり、式計量台の一部。このはかりはバシャンパンの時代に積み荷と車体の重さを測った装置で、 イギリス全土の鉄道で必ず採用されていた。近隣メイドストーンの重損者ジュソンリミテッドの寄贈品で同社が買収した建築物を整備中に発見したのである。建築物がかつてメイドストーンのバラックス駅の構内と背中合わせだったことから当初はこの駅の設備と考えられたが、調査の結果、その建築物でいう仮面と平らな板が見つかり、 施設の装置と判明した。製造元のヘンリー・プーリー製造は、機械技術者の集団であり、バーミンガムで18世紀に、創業1835年頃から竿ばかり、式軽量台をはじめ、後に、アベリー系列の参加に入っても軽量機の生産と、メンテナンスを専門にした。トーマス・ホーン製造のビームエンジンと共に、ヘンウッドポンプ場から寄贈を受けた資料。 ベンチュリの原理を応用したアナログ水流計で復元不可能と言われたものを実用レベルまでリストアした。1881年の実用新案登録はアメリカのクレメンス・ヘンシェル鉄工所で製造元はイギリスのルートンのジョージ・ケント社。1890年代ビクトリア朝の標準機に積まれた手動式クレーンの恒例である。製造後、ある時点でフランジドーリンに 鉄製タイヤを履かせた上一組の動輪を改造。台車を操縦可能にして道路上の作業に当てたと考えられる。回収当時、スクラップ置き場に35年間も雨ざらしにされて、痛みが激しく、2001年に修復を開始して、タイヤを外し、2フィートに改めき。乱可者ボイラーの正面扉は、ケント州ラムズゲートのポンプ場で使われた。 過失前面の片側の扉にはあり面に製造年と製造元製造番号がいまれている。それによると1889年生、マンチェスターのギャロウェイ W&J ギャロウェイサンズ製造番号はナンバー7419である。この鉄道はフランス東部の牛渓谷ー遊覧鉄道と提携している。雑誌イギリス南西部の 狂気鉄道ガソリンエンジン自動車イギリス中部の工業地帯。ありがとうございます。